菜の花の匂いを嗅いでですね、あの間近で見ていただくともっと実感が湧くんですよね。試していただきたいのは菜の花をその場で食べていただくと、キャベツの味がしてものすごく美味しいので、そういったことを経験しにご来場いただけたら幸いだと思っております。